上から来るぞ。気をつけよ。いやおハロウィーン。すっかりこの挨拶が定着づきました。ヤマミです。前回の動画の自己紹介でも話しました通り、僕は、バーチャルシンガーとしてもやらせていただいてます。なので、当然歌も歌なわけがない。ということなので、今日は歌の力を使って物語を進めていくというゲーム、ワンハンドクランペインというものをやっていってみようと思います。さあ、開いてみましたよ。おしゃれ。言語を選択できる。お、日本語がある！日本語だ！うわあ！日本語じゃん！おお！面白いじゃん。で？おお？おお！なんだこちら！うわあ！この音は死だね。一番低くて歌いやすい音を歌う。鼻歌で歌う。待って、あ、そういうこと。え、マジ。あ、もういいよ。じゃあ、yeah、yeah。世界に影響を与えるために鼻歌を歌う。わあ！なるほど。これは、終わる頃には喉が枯れてそうだな。まあいい。進めていこう。なんかいる。あなたの声のピッチを変える。おーこういうことおおおいやーおーなるほどこういうことね。わかったよ。おぉ！ざっけんなよ！ほらぁぁ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 ぁこれはいけんじゃね？ちょっと、俺の時代来たんじゃないですか、これ。いや！なんだお前ら、やっとか？あぁ！おぉぉぉぉ！どれか！問われたら負けねえぞ！いやぁ！落ちるお前、よく無事だな。そして無言で進む。負ける気がしねえ。なんでお前。バカ野郎、上がれねえじゃねえか。なんだー、ああ、ああ、ああ、待って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 、ああ、ああ、お、え、これでどうだ。ああ、ああ、届かない。うわ、ダメだ。なんてこった。くそ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 。
まあこれで僕の歌のうまさ分かったでしょ。ということで、次もよろしく。バイバイ。